キンプリ流せ角、ラストマン、うつ展開、で、再び試される役者としての力量を。ハマりすぎくのキャラに賛否の、声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。福山雅治54、主演の日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官、TBSK、で、 これまで目立った活躍がなかった、キー・エヌ・リンーン・チェイプリンスの5324だ、いよいよ、重要なキャラになりそうだああだ。これは、5月28日放送の第6話でのことで、内容は以下。ところ天狼、大泉洋、50、の洋服ご同清よじ、寺尾里氏、76、の誕生日パーティーの最中。 東京郊外の別荘で立てこもり事件が発生する。犯人は別荘の所有者で警備会社社長の菊池、高島正宏、57。菊池は自分の妻綾野と娘刑末を人質にして現金10億円を要求する。交渉役に名乗り出た南広美、福山雅春は単身で別荘に乗り込むと矢野の代わりに人質になる。 そこには、子供の靴がなく、部屋には灯油が。さらに、菊池が震えながら無線で指示を受けていたことから、南は、これは立てこもりではなく、菊池が刑末を誘拐され、犯人の命令を聞いていると気づき、という展開。問題のシーンは、事件が解決した後で、所天道の兄京吾、上川貴也五58、が息子泉、長瀬蓮、に、 ところの実父プかまた、津田健次郎、51、が、南の両親を殺した犯人で、それを、南が調べ直そうとしていると告げる。ショックを受ける泉に強吾は、ところに気づかせず、南の研修期間を終わらせるためだと、二人の監視を命じた。ドラマの後半戦に入り、長瀬演じる後道泉がメインの二人に絡む重要な役割を課せられました。 前半は、捜査一課桜班の若手警部として動くものの、存在感が薄かったんですが、第7話から、南と所天道のバディの行方に影響するキーパーソンになりそうで、後半の活躍に期待です。ドラマライター、山川。資格またしても流瀬角が追い込まれる しかし、泉の重責について、長瀬ファンはツイッター上で、どうしても制作人に、この子に何かを背負わせたいと思わせてしまう何かを持っている長瀬角、他人とかじゃなく父親に背負わされがちなのが可哀想 W、などと、今回も苦悩を抱える霊キャラを演じさせられることに、賛否の声が寄せられているのだ。NHK 朝ドラ、お帰りもね、や、夕暮れに、手を繋ぐ。 tbsk でも長瀬は思い悩むキャラを講演していました。彼の憂いのある瞳は苦悩キャラが合っているのでしょう。かわいそうだと心配する長瀬ファンの気持ちもわかりますが、今後俳優路線を選択するのならキャラ確率はいいことです。前での山川氏。 今作の脚本家黒岩弁士は、同局系の東京マーから走る緊急救命室から、や、マイファミリーも手掛けていて、容赦ない靴展開を描いてきた。一部ファンには悪いが、思い悩む長瀬がたっぷり見られそうだ。近くお似合いすぎる長瀬連込んだ美桜接近ツーショットツーショット。あずまに思いを寄せる泉。この二人の関係も注目だ。